日本東京都江東区潮見潮見は東京都江東区の地名。現行行政地名は潮見1丁目及び潮見2丁目。郵便番号は135-0052。東京都江東区の南部に位置し、深川地域に属する。隣接する地域は北は塩浜、東は新砂、南は辰見、西は枝川。町域全体が埋め立て地の人口島から成り立つ。 町域の北辺を、潮見運河、西辺を、明けの北運河、南辺を、砂町運河、東辺を、篠の目北運河と接する。地区中部を、JR 京葉線が走る。東京都公安局発行の東京公使によると、明治43年に着手した、市内河川改修工事の春節土砂を使って、深川塩崎町、道浜園町の一部を埋め立て、大正4年には、 深川枝川町一点二丁目、同10年には、深川豊洲の一部、同13年には、深川枝川町地崎第8号埋め立て地の工事を実施した。第8号埋め立て地については、その後廃棄物処分場として利用したため、昭和42年に竣工している。とあり、深川区深川枝川町地崎第8号埋め立て地、という名称が、歴史上、 塩見の最初の命名である。住民が入植する前の1960年6月4日、墨田公園一角にあった廃品回収を制御とする有りの町が東京都江東区深川八号埋立地へ移転した。敷地面積は1万6千平方メートルで、旧有りの町の10倍であった。新有りの町では、バタ社と呼ばれた手押し社や重労働であった。 梱包作業は姿を消し、トラックとベルトコンベヤによる全自動装置によるものに変わった。公衆浴場、児童公園、保育室などの福利厚生施設も建設されるなど、恵まれた社会環境が整備された。ありの町教会はカトリック枝川教会となって、小教区に認められ、現在はカトリック、塩見教会と名称を変更している。埋め立て地、 潮見の成り立ちを物語る貴重な歴史の記録である。潮見教会の礼拝堂入り口や、教会のホームページにも、小術が掲載されている。1968年2月30日、江東区は、どこの区にも属さず正式な住所のない、万外地であった八号埋め立て地を編入した。その際、潮の港の忠用地の町名として、潮見と名付けられた。町に、 正式な居住が始まったのは、高等化返入より、前の1967年頃との記録もあるが、それ以前に居住がすでに始まっていたなどの、住民証言もあり、諸説あるものと思われる。昭和41年4月に、塩見1.2丁目町会が設立されたと記録には、あるが、町会が今でも所有する住民から寄贈された、太鼓には、 それ以前より、自治会が存在したことが伺うことのできる、潮見1.2丁目自治会の名が刻まれている。当時は、東京湾最南端の埋め立て地であり、昭和42年の埋め立て竣工前までは、都内廃棄物の最終処分場であったため、海運関係の倉庫街、鉄工所、造船所、清掃事業所などの典型的な巡航行区として、町が成長していった。 潮見一丁目アパート1990年3月10日の京葉線の新木場東京間延伸により潮見駅の開業を発端として急速な集合住宅開発が進行し昔の潮見を物語るものが徐々になくなりつつある2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである区立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる 道路橋梁サザナミ橋、辰巳方面を見る、潮見駅前プラザ映画、テレビドラマ、踊る、大捜査線で、湾岸書として使われた。JR 潮見駅から徒歩4分の距離にあり、京葉線を走行中の電車からも見ることができる。2010年2月に移転。2010年4月、システムプロとの合併により撤退。カトリック、潮見協会潮見運動公園。 ありがとうございます。